こんにちは、長山です。こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、京都在住のおじさん、クリスと長山が日々の生活についてあれこれ雑談するポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか、なんか、<laughs> なんかムズムズし,てし,したんですか、今。<laughs> いや、ちょっと最初のね、うん、あのー、入りの文言を、いや、なんか、うん、あの、おすすめしたい本や映画、毎回入れてるわけじゃないなと思って。確かに。 確かにまあ雑談とかね、うん、あの、お便りで話すってだけで話すっていう回とかもありますし、ね。あるんで、うん、まあちょっとここを、あの、ちょっと変化をつけていこうと思って、あの、今言ったのが固定じゃないので、また来週はちょっと違うやつを試していたい。いろいろやりたいって感じです。<laughs> いろいろちょっとしばらく。<laughs> なるほど。はいはい、あれこれ違う。やってみて、やってみようかなと。しくくるところを、落とし所を見つけていこうと。見つけていきたいなと思って。まあそうですね、そういうの大事ですね。はい。はい でしょ聞いてる方であのこれなんじゃないのってのがあったらちょっとツイッターとかに書いていただくとそれを読み上げるっていう感じでもいいのでぜひともよろしくお願いしますと、はいあのーまあ、最初ちょっと軽い小ネタというか、うん、この間寝るときにねふと本当に寝るときにはって思ったことがあって,て<い>あるんですけどあのフリーザっているじゃないですか「ドラゴンボール」の。 もうフリーザーの話題なんかすんなよっていうね、もう <laughs> 令和も4年なのにフリーザーの話なんかすんだと思うんですけど、あの、フリーザーって何歳だと思います、永山さん。え、何歳とかうん。だって、まあ設定宇宙人でしょまあ、宇宙人。なんか何百歳とかそういう感じじゃない五十戦闘力50万歳みたいな。<laughs> 野村満載って言いましたけど。<laughs> 十万 <laughs> <あの> <laughs> 歳いやあの、フリーザー、た、ま、ぶ、あ、ん、100何歳とか、1何歳、7 0歳とかだったのかな、ちょっと分かんないです、公式設定が多分あると思うんですけど、いや、鳥山明すごいなと思った話なんですけど、いいあのここから先にドラゴンボールのネタバレを話しますけど、<laughs> ドラゴンボール、まだちょっとネタバレ困るという方は、ちょっと耳を塞いでほしいんですけど、逆に貴重ですね。耐、ね、<laughs> <う>耐ええ抜抜いいいいててしし<ー> <laughs> あのフリーザがやられちゃって、一回こう、死んじゃうじゃないですか。はいはい。フリーザがね。うん、で、トランクスかなトランクスがこう、未来からやってきて、こう、地球に来た時に、こう、フリーザが、なんかこう、改造人間、改造人間、改造宇宙人、改造フリーザみたいな感じで、こう、また地球に攻めてくるシーンがあるでしょはい、ありますね。で、あそこに、お父さんが乗ってるんですよね。うんうんうん。で、なんか、そう大遊みたいな感じで、こう、なんかこう、これが地球か、みたいな。 感じであのー、思ったんですけどなんかあの時も僕はもう無意識のうちに「いやフリーザーよりもすげえ強えやつが来たぞ」っていうふうに読んだんですよあ,あそうですねさらに<僕>さらにもっと強えやつが来るのかとでもこれ冷静に考えて親って子供よりかもう弱くないですか あ確かにそうですねその。ただまあ子供目線だとやっぱこう親って超えられない壁みたいに思う時期があるじゃないですか,か、うん、同じ子供の目線で見ると、ね、子供の喧嘩にどっかのお父ちゃん来たらさそれはなんかやべえやつ来たなみたいな感じになりますからね。なるじゃないですか、うんうん、だから多分あれを読んでた多分小学生とか、まあ、中学生小学生ぐらいの時は多分「親父出てきたじゃん」みたいな。 そうですよね、うん、親父やべえよってなると思うんですけど、うん、今、私、子供がいて40歳ぐらいなんですけど、まあ、これ、だからフリーザ何歳かって聞いたのは、フリーザって大人なのか子供なのかよく分かんないんですけど、<laughs> そう<か>もし、ね、はいはい、それなりの青年とかだとすると、いや、親が来てもどうにもならんぞってことにならないか <laughs> 確かにね、まあ、肉体は衰えてきますからねそそううでしょう、うん、そのなんていうんですかね。 まあ軍を率いてるとかね。はいはいはい。そういう強さみたいなもしかしたらあるかもしれないですけど、うん、その単体のこう肉弾戦での戦いってなってくると、やっぱり、ね、ちょっとね、まあオリンピックなんか見てもね、やっぱ若い人の方がね。そうなんですよ。思うわけですよ。だから、あの <laughs> ふとね、うんうん、あれはあの時お父ちゃん連れてきたけど、フリーザって何歳だっけフリーザってえ大人、子供みたいな。あの時なんかうん、うん すごい子供心になんかすごい親父、親父強えって思ってたけど、自分が親父になった今ね、例えば今高校生の子供いますけど、その高校生の子供の喧嘩に僕が入っていって、肉体的に勝てるかっていうと、ちょっと不安だなっていう <laughs> 気持ちの方があるなって、ふと思った、ね。確かに。高校生の喧嘩に行くってなると、かなりこっちも気合いですね。気合い,いますね。ちょっと ねえちょっとこう気合い入るじゃないですか、はい、あんなあのね「ドラゴンボールの」の大王みたいにちょっとなめくさったなめっぷな態度ではちょっといけないでしょう、ねうん、っていう話で<笑><笑>ふと気がついちゃってましてや我が子もやられてるわけですもんねそう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 、ね、そうなんですよいやだから何かこう物語を作る人ってやっぱその読む人の対象がね子供だからうん、うん、やっぱそのでも書いてるのは大人じゃないですか、はい、自分が子供向けにそういうのを キャラクター生態とか作るときに、お父さんが出てきて、やっぱすげえ強いやつが出てきたっていう発想ができるかなって思ったときに、やっぱちょっと、やっぱ鳥山明さんすごいなと思ったっていうね。うん,う,んうん。っていうん、話が一つ。<laughs> これはまあ同時に、<laughs> あの、ちょっと僕は発表したかっただけなんで、<laughs> すいません。はい。でも一個ね、あの、これは、あのー、これはどう思いますかって話なんで、 ですけど永山さんにもちょっと意見を聞きたいなと思ってまして、うんあの、中学校ってね、うちの京都の中学校って給食があるんですよ。うんでまあ、基本お弁当か給食か選べて、はい、その給食を頼む人は、えーまあ、年一か月でか毎月なのか、申し込みをするんですね。うんえー、例えば2月の、えー、3月の給食は2月の1日から。 え十何日まででの間にこうウェブで申し込むみたいなお月単位で申し込めるんですかそうです、そうです。月単位で申し込めるんですよ。はあはあ、年とか半年とかじゃなくて。まあ、一応、年とか半年もできますけどね。うん、ウェブから。ウェブから。お<ー>申し込めて、まあ、別に年でやりゃいいんですけど、なんとなく、月でやってるんですよ、うちは。毎月頼むんですけど、こう次,男次男の分の便頼む。 ななんかこのかきのいはちょっとやめとこうかなみたいなことがあるかもしれないなっていうなんなんでしょうねこれ別に <laughs> しろって言われても <laughs> 別に年で払えよって言われたら、まあ、確かに払えいいんですけどまあそう,そうなんでしょうね多分ねあ年でも年一括払いになるってことですそうですそうです学、ね、<ー>がちょっと大きくなるっていうのは、まあ、あるはあることですね、うんまあ、あるはありますうん、うん、なんで、まあ、ちょっとこう毎月やって、まあ、せいせいと操作してるんですけど、うん、最近ちょっと申し込みをね2月の分忘れちゃいまして だから2月はお弁当を作って持たせてるんですよ。じゃあ、なおのことやっぱり。一月にいいやいいんですけど、いや、なんか、まあまあまあ、そうなんです。ただね、ちょっと納得がいかない部分があって、メール、システムをね、作ってるわけじゃないですか、我々は。ですよ。だからその目線がどうしても入ってしまうんですけど、そのシステム側からね、そのリマインダーが来るんですよ。とねこう 給食何月分の給食申し込みませんかみたいなそのうん、うん、リマインダー来るのはいいんですけどそのね1月例えば2月のあ3月の給食を注文するのが2月1日からなんですけど、はい、1>, 1月の末ぐらい来るんですよでそのそのメールを見た時点ではまだ申し込めないんですよあ,あ申し込めないんだ、はあはあはあ、そっから2日ぐらいしてからようやく申し込めるんですよ <laughs> はいはい申し込めるようになってからはリマインダー来ないんですよ ーこれって微妙な罠ですねねそれねこれなんかリマインーの意味なくないですか <laughs> <laughs> って思うんですけどなんで待つなんだ分かんない<に>ですよねだってでもその1日にジャストその日だけ申し込めるわけじゃないですよね、うん、その申し込み期間っていうのはあるんですよねありますあります、うん、でもその幅の間に正直な気持ちで言うと例えば別に1日に来いとは言わないのであと3日で終わりますとかうん あと、明日ですとか、うん、あるいはその中ぐらいにあの申し込み始まってますとかっていうリマインダーが来てくれると嬉しいんですよ。はい、正直だから2日前のリマインダーはもうそれもリマインドしてないのと一緒ですから、あ<ー>そんなことないのかな。いや、なんかわかりますね。それはなんか、わかりますなんか似た経験をしてる気がする。<laughs> ね多分学校とかの,その行事とかもそうかもしれませんし、なんか申し込みとかね、 そできるようになってから言ってよっていう <laughs> 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 のな、例えばこれがチケットとかね、その1日、うん、1> まあ売り切れっていう概念があって、あの1日の何時からセールですよ、皆さんお忘れなきよっていう感じで事前に言ってくれるなら、まあ、事前にやる意味があるじゃないですか。はい、でも給食ですから、これは、まあ、別に売り,売り切れっていう概念はないわけですよ。<laughs> 殺到するわけじゃないですもんね。 別に殺到したら別に次の日やればいいだけですもんね。そう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 。うん、これがなんかこうしゃくあの2ヶ月の分の給食を申し込み忘れてしまったがゆえによりこうしっくりこないというかあれなんでリマインダーがこの時に来てるんだってちょっと思っちゃったんですよね。<laughs> でこうもやもやが。なんか理由があるのかないやわか,んわかんないですよね。まあ、設計ですって言われるとそうだし。 別にそんなに給食頼みたいんだったらもう年で一括で頼んでおけよって言われたらもうまさしくもうグーのでも出ないんですけど <laughs> あのそうですよねっていうぐらいしかないんですけどねうん、うん、うそうなんです Google カレンダーに言うとくしかないですねまあ Google カレンダーですかねまあそうですよねうん、うん、もう僕はもう全部 Google カレンダーにないと すべ、うん、てを忘れるっていう気持ちで生きてますああもう Google ハレンダーに入っていない予定はもう予定ではないぐらいの気持ちですね <laughs> あそんなにはいそんなにですかっていうかまあそれぐらい忘れるんですよ逆に忘れちゃいます、うん、なのでその自分の忘れっぷりに逆に自信がめっちゃあるんであ<ー>あのそういう,もうリマインダーメールとかは信用し、うん、全然できないですねう,ーんうんいや まあそうですよね。で、またね、この忘れた時は、まあ2月の給食なんで、1月が申し込み期間だったんですよね、その年明けの。はいはい、で、なんかあの次男がですよ、1月の十何日ぐらいに、なんかお父さんっつって、学校の先生が給食申し込んでないけど大丈夫かって言ってきたんやけどって言ってきたんですよ。うん 多分学校側としても、給食を申し込んでる生徒を把握してて。そうですね。あれってなったんでしょうね、きっとね。クリスはね、毎月頼んでるのに、あれなんかないぞって思ったんでしょうね。ただ、その次男が、僕に言ってきたのが、2日ぐらい遅れて言ってきて、その先生に言われてから2日ぐらい、あ、そう言えばと思って言ってきてるんで、あの、過ぎちゃってたんですよ。<うん S 1> <laughs> なんで昨日言わないんだよ。昨日、もう本当にもう、あーっていう。 なるほどね、これはまああのー、我が家のミスですにあのシステムのミスじゃない <laughs> あのいろんなす、ね、れ違いがちょっとね重なりましたね、うん、いやあっていうことがあって、まあ、ちょっとねあの今一生懸命こうあのお弁当をでもあれですよすだからうどうしても年払いしたくないんだったらスクリプト書いて月1回自動的に申し込むようにしたらいいですよ、うんえー、もうであったらもう年払いにするか。<laughs> だったらするいや多分ね、これ年払いにしてないのは、まあ、今、子供中2だから、去年からなんですよ、うん、その中学校はね。あの多分コロナで学校に行かない期間とかがあるかもとか、な,なんかそれがたまによぎったのかもしれないですね、給食頼んでるとめんどくさそうだな、みたいな。うん、なんか、そのキャンセルだなんだとかが。まあでもまあ、ね、年で申し込むか。ね、いや、スクリプト書きましょう。<laughs> でで卒業したやつも止めるの忘れてずっと申し込み続ける。申し込み続けるっていうさ。いや、スクリプトを書くとスクリプトを書くで、あの、よく起こる、何もしてないのに止まってたとかあるじゃないですか、たまに。はいうん、なよくわかんないけど、何もしてないのに動いてませんでしたとか。そういうのも困るんだよな。勝手になんかそのウェブの方のさデザインが変わってかた。たまにページの構造変わったりしますからね。ねなんか緊急のお知らせみたいなのが出たりとかして。そう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 。まあ、そういうのもあるんで、まあちょっとね。 あのー、謎の謎のねあれなんだよな、うん、まあまあいいや、まあ、そんなことがねあり,ありましたという話ですよ <laughs> はい長山さんどうぞ最近ありましたなんかこう出来事はうちはですねうん、えー、車が前前前の回でもちょっと話した車買いましたっていう話をしたと納車待ちですそれがね納車されましておおめでとうございます、ええ、素晴らしい来ましたかいやだから僕自前その だから車乗ってたんですけども、まあ、父のお下がりみたいな感じで乗ってたんで実家にいた頃はなんで自分で車買ったのは実質初めてだなと思ってあまあ車買うってねなかなかそんなポンポン買うもんでもないですしねなんでねいろいろ勉強になりましたねあなりましたはい なんかあれですよねもう車庫が車庫登録でしたっけなんかそうそうなんか車庫証明もこうなんか卵が先か鶏が先かみたいな気持ちになるじゃないですか車庫が先か,か車が先 <laughs> かみたいな車買うためには車庫証明がないといけないけど車庫証明を取るためにナンバーが必要とか言われて <laughs> あそうなんだなんかあれあれ,あれみたいな感じあじゃあ先にナンバーを決めなきゃいけないってことうんなんかナンバーを決めて出しましたねじゃあその車庫と 車庫と車ちょっとタイムラグはあったんですけどもまあそれは大丈夫だって言われたから大丈夫にしました。へーとかねなんかまあそういうこともあったりとかしたけどまあ無事車がやってきて,て、はい、もう乗りましたかもうカーライフをあ素敵なカーライフをね送ってますねおーいいっすね、うん、やっぱりそのこう今までカーシェアが割と近くにあったんでうん まあ、これでも十分便利だなと思ってたんですけども。やっぱり、その、思い立った時にすぐ乗れるっていうのと、あと、川ェアの時は、なぜか僕だけ運転してて、妻は、まあ、一応免許持ってるんだけど、借りるっていうこともあって、なんかこう、運転はしないみたいな感じだったんですけども、今は妻が、こう、まあ、習い事に送り迎えするとか、ちょっとした買い物に行くとか、そういったことにも使い出してきて、まあ、なんか、10年ぶりだったんで、運転するのが。 なんで、<ー>なんかその、なんだっけペーパードライバー講習みたいなのありますね、ねそういうそれを教習所に受けに行って。うん、そんで、その後も、なんかもう夜な夜な YouTube、もう最近も本当 YouTube なんでもありますね。YouTube でも,、ね、何でもある。おうもう何、何駐車場の止め方を非常にわかりやすくあの解説してくれる YouTuber がいるんだって言って、でその人の YouTube の解説を。駐車場系 YouTuber。YouTuber でね、重列駐車の仕方とかをわかりやすく解説してくれるらしいんですよね。 ああそれでも安心ですよね。そのなんかテキストでね、よりかは分かりやすいですもんね。で、広い公園の駐車場行って、ちょっとそれを、うん、実践してみたりとかしてね、つま、うん、なりにいろいろ頑張ってあ乗れるようになってきて、<ー>まあやっぱり便利ですね。無駄にちょっと最近は週末乗って遠い、うん、遠い大きなスーパーに買い物行ったりとか、<ー>別に近く,近くでも買えるんだけど、まあ、なんかドライブ。 あでもそういう気持ちになりますよね。ちょっとうん、やっぱりまあそうですね。まあ、いつまでこの気持ちが続くかってのは分かんないですけども、面倒せるんじゃないかもしれないですけども、うんうん、まあ今はなんかこう、ドライブ、車に乗るっていうこと自体がこうエンターテイメントみたいな感じにやっぱなるんで、うん,うん、うん、そういうの楽しい時期ですね。えー、久しぶりな感覚だなと。いいですね。その、うん、やっぱ外出するのもね、車がある方がちょっとこう、なんだろう、電車とかよりかもね、人混みを気にしなくてもいいだろうし、そうですね。ちょっと うん、交通公共交通機関だとちょっとアクセスしづらいなってところにも行きやすいじゃないですかそうなんですよ。京都北の方にね宝垣公園って大きな公園あるんですけども微妙にアクセスしにくいですよね。電車で行けなくもないですけど,けど、まあ、そこからまあ子供のための公園行くとちょっと歩くとかあるんで、うん、なんか自,、まあ、自転車でも行けなくはないんだけど。 なんかい大人は行っただけで疲れちゃうなみたいな感じのことがあったりする車だとねちょっと荷物も運べるしそうそう車だとね、まあ、そうう遊び道具も積んで何ん、うん、ならお弁当持ってみたいなのも結構割としやすいから、まあ、そういう遊び方も、えー、連休の時にちょっとしてみたりとかしてもともとねでも実家で車逆に車がないと生きていけないような場所にいたんでうん、うん、なんかこう不思議な感じがしますね なんかしばらく、うん、あむしろこういう感じで生活してたなみたいなのを思い出すみたいな。もともとね。もとカーステレオとかかけてますかカーステレオね、かけてますよ。Bluetooth でつながるので。あもうなんでも Bluetooth だね。はい。うん、Bluetooth でつながってもつながったと思ったら、もうすぐ、あの、Spotify なんですけども、Spotify で マックで聞いてて、iPhone 持って車に行って、車に行くと続きが聞けるみたいな。まあ、多分 Apple Music も多分そうだと思うんですけど、そういうなんかシームレスさみたいなのが体験としてはあるので、<ー>昔のカーステレオとは大違いだなみたいな。いーねー、CD チェンジャーとかあったじゃないですか。あった。二重連想 CD チェンジャーみたいなね。あったあった。なんなら僕はもっとその前のカセットテープがガチャってまず入れるのがあって。あったあった。うん、で、まあ、CD ですよ。 CD 変えんのめんどくさいってね、運転中変えらんないから、なんか好きな方は何だったっけ、トランクルームに CD をいっぱい入れといて、しかもあのちっちゃい画面で、一生懸命名前、アルバムの名前とか入れられるんですよね、一応。で、これ以上の人全部入れて、もうなんか、ちゃんと何番したら何番アルバムが流れるとかっていうのを把握しながら運転してる友達とかもいて、よっぽど好きなんだなと思って。 僕はそういうようなものが乗ってない、すごい安い車乗ってたんで、ラジカセを積んでました。<laughs> か逆になんか2、3周回っておしゃれですね、ラジカセを積んで。ラジカセをポーンと積んで、それにカセット突っ込んで流す感じ、ね、はいはいはい。いやいいですね。でも今はだからスマホで聴けるわけですよね。もうスマホで聴けるし。おスマホで聴けるってことは、シリとかを。 有効にしてるともう口で操作できで,あ口で操作もできしょ、ねうん、ちろん手元にもスイッチあったり、そのハンドルの連携したりとかしてるんで、うんうん、ハンドルでストップしたりとか、先に送ったりとかもで、あの音量変えたりとかもできるんですけども。はいはいはい。え、あの、なやまさんか、あれはカーナビはついてるのカーナビついてます。カーナビは。割と現代的なものは全部ついてますね。えカーナビはついてるんだ、なるほどなるほど。それは別にスマホのカーナビを使うわけじゃないんだ。 スマホのカーナビじゃなくて、まあ、いわゆる普通に車載のカーナビが、まあ中古でもともとついさんでそれを使ってるって感じですね。うんうん、ただ地図の更新とかは、まあ多分ライセンスがアップデートしないとできないらしくて、うんうん、地図自体はこうデータ古いんで、まあなんかどうにかしないとデータはアップデートされないみたいな感じだと思いますね。うんえー、そういうところがなんかね、ちょっとチッって感じしますけどね。<laughs> <laughs> まあしょうがないっちゃしょうがないから、うん、なんか最近ね、あの、 鹿児島のうちの実家の母から連絡があって、近所の,なんかそのでしょう車が通るところで、よく最近トラックが、なんかその、事故るというか、トラックが通れないサイズのトラックが来て、なんかちょっとこう、立ち往しちゃうとかみたいなのが続いてると。それ警察に言ってんだけど、なんかその改善されないみたいなことを。 言ってたんで、すようちの母はなん,かそのなんかの陰謀なんじゃないかってことをぐつぐつ言ってましたけど、た <laughs> 多分僕の想像だと、多分このカーナビじゃなくて、まあ、その道自体は別に新しくなってないんで、昔からある道なんですけど、うん、そのカーナビが、なんでしょうね、そのスマホのカーナビを使ってる人が増えてるんじゃないかなみたいな、<ー>やっぱそのカーナビの道案内って、やっぱその,その道のプロというか。 うんうん、カーナビのシステムの方が多分優秀なんじゃないかなと勝手に想像してるんですけどなんかね、それ全く同じような話を車買う時にあの営業の人が言ってました。あ、言ってました、うん、カーナビはやっぱりこう、まあ、走りやすい道とか大きな道を優先すると。で、例えばその Google マップとかスマホのカーナビっていうのは割とこう結構攻め攻め。まあ時間のそう時間優先,とか、ね、優先ですかね。とか距離優先みたいな感じなんで。 なんか結構平気で狭い道とか路地裏みたいなところをこ案内するうん、うんで、確かにそこ通れば実際、確かに早いんだけど、通ることによる弊害みたいなのもやっぱりあるし、まあ、大きな車だとさっきまさに言ってたとり、立ち往生しちゃうみたいなこともあるんですよって言ってました、ね、ス,マス,マホのスマホの中には、の車のデータ入ってないから、軽自動車で道案内しても、トラックに乗ってる人が同じ地点を登録しても、うん、多分同じ道を多分出すわけですもんね。うん で、まあ多分そこで多分狭い道が多分優先されてるんじゃないかなって僕は想像してそう教えたんですけど、うんうん、なんかピンと来てなったと思います、ね。なんか警察がなんかもみ消してるんじゃないか,とかってブツブツ言ってましたけど、いや多分違うと思うよって言ってあ,<ー>あの、言ったんですけどね。そうですね。カーナビは、まあ道は、まあポツポツ新しくなるんでね。なんかポツットする必要があるのか、ね。カーナビ自体もね、買おうと思ったら安いもんじゃないので、 ソフトウェアをアップデートするのがまあ経済的にはいいんだろうけどスマホの技術とかを見てるとなんか釈然としない部分もありいやそうですよね、うん、データのアップデートとか,だから今の技術とか仕組みがあったらそれこそ,そのサブスクじゃないですけどその道案内データを作 <laughs> 逆にサブスクにしてもっと便利とかねできそうな気もしますけどね。 そのぐらい、なんか月数百円とかレベルで、なんかもっと便利なサービスとかは、なんか全然ありだなって気はしますね。うんうん、ねあとはそのなんだろう、使う、表示するデータをそのスマホと連携してこうオンオフすることで安い、安く使えるパターンとか、自分好みのマップが出せるとかね、うんうん、良さそうですけどね、うんこう、コンビニ優先だったりとか。うん なんか商業施設だけ出したいとか,なんかそういうニーズがあればみたい,ないいですね。うん、えー、車買って長山さん的にこう次ここ行きたいとか何かありますこの行きたいところうん,なんかもう,もうちょっと、まあ、コロナが落ち着いたかか海見に行きたいですかねあ海うん、なんか子供が一応ねちっちゃい頃連れてよは行ってるんですけどもなんか全く記憶がないらしく <laughs> うん私は海が見たことがないってずっと言い張るんで <laughs> いやあるよとは言ってるんですけど。<laughs> あのうん、なんで海を見せたいなあっていう感じですねいいっすね、うんまあ、琵琶湖はすぐなんですけど海ってなるとちょっとかかるかな確かにでも、まあ、琵琶湖も海みたいなもんですけどねうんまあ <laughs> そんなことないかな <laughs> 言,い張り言い張ればまあそんなもんかって感じになりますけども <laughs>、まあ、波もあるしこう見えたりするからなたまにああそうか、うん、確かに対岸が見えますね太平洋とかになってくるとやっぱり結構 スケールが違う感じがするんで。はい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 。永山さんあれですか、やっぱご実家の頃とかは海とか結構行ってましたそうっすね、車、やっぱの青春時代に車が手に入ると、とりあえず海に行くじゃないですか。いや、わかんない、その経験がないから。でも行きそうかなとは思いますね。なんかその、うん。だからもう、何はともあれ海に行くみたいな、特に目的はないけども。で、食べて。 そう。帰ってくるみたいな。暴走族見て帰ってくるみたいな。怖え怖えっつって。そんな見物するわけじゃない。暴走族も暴走族で海行こうぜって来たわけでしょ、きっと。そうそう、だからみんなと海を目指してくるんですよ。もう、レミングスみたいに。みんなでこう海に来て。そう、海を目指してきて。で、おのおの好きなことをして、明け方帰っていくみたいな。それが若者の習性ですから。いや、いいな、海か。はい。僕、前、海に行ったときに京都で。 バスとか乗り継いでで行ったんですよ、うん、そうするとさ、やっぱこう、なんか着替えとかさ、その荷物も多くなるし、なんか海に入った後めんどくさそうだなとか思っちゃうんですよね、どうしても。うん、でもまあ、車で行くと、多分荷物もいっぱい運べるし、多少汚れてたとしてもねそ、そうですね、まだね、交通工具じゃない公共交通機関で行くよりは、うん、うん、楽ちんだと思いますね。で、なんだかその、なんだ着替えるときも、その車の中で着替えていない、ね、みたいな。うんうん 男性だったらね、全然、ね、男性だったら全然行けますよね。うん、うん。いや、それはいいな。いや、海はいいっすね。夏が来たら、じゃあちょっと海に行くわけですよね、永山さんはその。海、まあ夏、いやもう、いつでも行きたいですね、海は。この寒いときに。<laughs> <laughs> 冬の海もいいんですよ。あ、そうですか。はい。冬の海を見て。冬の日本海、寒くないですか。冬の海を見て、ああ、うん、海だなってなって。<笑><笑> 寒い寒いって言って帰ってくる。まあわかんない。今はもう多分多分あんまりピンとこないかもしれないですけどね。青春時代はそういうことをしましたね。えー。なんで俺たちは今海にいるんだろうかと。<laughs> いやー、いいな。車いいな。いや、いいっすね。懐かしい気持ちになってきた。まあ一緒に行きましょうよ。本当ですかあ、はい、ぜひぜひ。暴走族見に。暴走族見に行きました <laughs> もうさ、あの、暴走族見るのもさ、そのよ40過ぎたおじさんが見に行ったってさ、<laughs> もうなんかしょうがないですよね、なんかね。いや、でも多分ね、暴走族見たら結構ね、うん、興奮すると思いますよ。本当ですか、うん、おおって明すか、ねまあ、テレビとかで見たやつじゃんみたいな感じになりますからね。そもそもいますかね、まだ。いないか。いるかないないかないや、でもう最近皆さん、見ないか分かんないな。この地域でいるかどうかですけどね。う海の方、うん、みんな海に行ってるんですよ。 ほ度で、盆地にはいないっすよ。盆地にはいないっすから。うん、<laughs> 行きましょうか。ちょっと、あの、前ね、言ってましたもんね。その、あのドライブの様子をちょっとこう、動画にでも撮って出そうかっ,って。気分は上々的な感じで。そうそう,そうそんな、そんな話してたら、あれですよ、ジュンさんがやってましたよ。あ、そうそう、やってた。お疲れ様だね,ね。またパクられたなと思って。<laughs> またパク、またパ、ま、クられたな <laughs> <laughs> だから、前科があるんじゃないかなまて。人気 <laughs> きの悪い。 <laughs> はいいやいや、全然もういいなそもそも僕らがパクろうとしてますからそす、ね、その、ね、企画をね、気分が上々いじゃあ、そこはちょっとぜひとも行きましょう、ちょっとね、楽しみだな、週ま、はい、で。いまはい最後にちょっとあの私の方から本の紹介をしておこうと思ってですね、本、うん。久しぶりに本ですね、うん、あの本と言いつつ、えー、ファイトクラブ <laughs> <laughs> え ファイトクラブ原作どうですか何回、<laughs> なんかそうです。原作ですよ。何回さ、何回ファイトクラブの話ずっとしてるんじゃないですかファイトクラブの話しかしねえなって思うんですけど、あの、ファイトクラブって、あの、まあ、もともと小説なんですよ。そうですね。うん、うん。で、チャック・パラニュークさんっていう人が書いた本で、これあの、僕多分、映画が公開された時に原作も手に取って読んだんですけど、うん、 何年か前、数年前にね、あと、役をちょっとこう、解約というか、リニューアルというか、ちょっとこう、よくして、もともと絶版になったんですよその、もともとの小説、日本語の小説が。んファイトクラブがファイトクラブの日本語のその翻訳小説が、まあ、映画の後ちょっと絶、絶版になってたのを、その役を変えて、こう、まただ出されたんですよはいはいはい、新役というか。そうそう、解約、はい、新役っていう感じで。その帯にさ、その、担当編集が。 この本を復刊したくて早川書房に入社しましたって書いてあってあ意気込みが伝わってきますね。<laughs> すごくないですか。夢を叶えた。夢を叶えた。えた<ー>でこの「ファイトクラブ」はもうね言わずもがな面白くて、ええ、あのまあほぼほぼ映画の、ね、数字のままで、まあ、最後の方ちょっと違うとかもありますけど映画を見た方は多分あのすごく読みやすいんで映像を思い浮かべながら読むこともできますし。うん 僕の文章もね、こう、なんか、なんだろうな、うドライブ、ドライブが、ドライブするというか、こうグイグイ、ぐいぐい、引き込まれる文章なんで、ぜひとも読んでほしいんですけど、うん、このチャック・パラニュークさんの、その、同じ担当の方が、続けて出されたのが、最近出てまして、えー、サバイバーっていう本があるんですね。うん、でサバイバーは、これもまた、昔出てたやつを解約してるのかな。うんえー、チャック・パラニュークさんの小説なんですけど、このサバイバーがね、面白くて、 えー、長山さん知ってますサバイバーこ、ねいや。サバイバーはわ知らなかったです。これね、えっと、まあ、いきなりお冒頭から、いきなりそのハイジャックシーンから始まるんですよ。もう,えもう映画っぽいですね、めちゃめちゃ。もう映画っぽいんですようん、うんで。ハイジャックしてるんだけどその、なんでハイジャックした人が、とりあえずその乗ってる乗客をとある空港で全員降ろして、その機長と自分しかいないで飛んでるんですよね。うん、で機長をそのパラシュートで 下ろすすすんんですよ、うん、でよよ自分しか乗ってないんですよその飛行機には。で、当然飛行機を運転できるわけもなくて、まあ、オートパイロットになってから、このまま燃料が底をつきてエンジンが止まっていって、墜落して死ぬっていうんですよ。まあ、うん、自殺ってことそうです、うん、壮大な自殺をする、うん、しようとしてるんですけど、その墜落するまでの間に、そのブラックボックスっていうあのなんかあるじゃないですか、ね。フライトレコーダーって。あ、そうそう、そうね、フライトレコーダーかな。うんうん フライトレコーダーに自分自身の反省を語っていくっていう感じの小説なんですよ。面白くてね、このページ番号はね、逆になってるんですよ。ページいきなりね、<ー>443ページから始まって、ページ番号はカウントダウンしていくんですよ。で、章の第1章とか第2章とかも47章あるんですけど、47からカウントダウンしていくんですよ。で、1章に向かっていくわけですね、そそそそううう序章に。まあ そうそう。話自体はその飛行機は墜落していくんだけど、うん、まあそのストーリーを半省を追っていくみたいな、昔、うんうん、昔をこう遡りつつみたいな話なんです。で、なんでこの人はこう、こんなことしてるのかっていうのが、あの、ちょっとずつ分かってくるんですけど、ね、面白いんですよね。うん、へえ<ー>。しかもこのなな、サバイバーっていうのが、まあタイトル、生き残りじゃないですか。うん、はい。まあその。何から生き残ったんだ、ね、この人が、 とある信仰、その、宗教団体の生き残りなんですよ。信仰宗教団体の生き残り信仰宗教団体。まあ、信仰宗教団体。カルト、カルト教団がある日突然一斉に自殺をして、ああ<ー>、人が人が集団自殺的なです、ね、そ,うそう、集団自殺をしちゃって、はいはい、そこで自殺をしなかったって生き残っちゃって、まあ、それでも生き残りが何人かいたんだけど、うん。だからその生き残りの人たちを救おうと。まあ、要はその洗脳されてるから、 えー、なんだろうな、周りの,その,その,その行政とかがあ、そのカウンセリングみたいなたいたい、ね、カウンセリングとかし、ね、て、うんうん、そうそう、洗脳解いていこうとするんですけど、うんうん、でも、なんか、それもやっぱり長期間にわたっても、なかなか洗脳が解けなくて、徐々に少しずつ自殺していって、人が減っていくんですよね。ねでその最後の一人がこの主人公だっていうわけですよ、うんうん。はぁ、あ、ー。ちくないですか、なんかその、その設定は。 おじゃあそのやっぱり教団の考えって自殺することがまあ良いことであるみたいな何かしらのそういう考えがあったりするわけです,、ね、そうですね。その、まあ、要はその世俗とはちょっとこう属性とはちょっとこう切り離した考えなんかすごいね、うん、設定が面白くてなんか設定が面白い。で最後の最後にその飛行機をハイジャックして自殺をまさにしようとしてるししようとしてるそ,うそ,うそ,うその進行形の中で語られる言葉がこの小説になってると。そそそうそう,そう,そうで、まあ、過去ここんなことがその 死ぬまでの間にこんなことがあったんだぞっていうのが結構面白くて、まあ、やっぱファイトクラブにちょっと通じる部分をちょっと個人的には感じたりしてて、現代社会への、まあ、風刺という風刺そう,そう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 。うん、なんか面白かったですよ、なんか途中に出てきたのが <laughs> なんかかない、マーケティング担当みたいな人が出てきて、あのなんだろうな、その商標を全部押さえてるんだみたいなことを言うんですよ。うん そのこれから出てくるであろう薬とかの,その効果とかを予測していろんな名前でとりあえず商標登録し,てしまくってるみた,いな <laughs> <でも笑>みたいな人が出てきたりとかしてなんか面白いなみたいなその原まあ、ありそうまあ実際ないのかもしれないけど、まあ、ありそうな話だなとかなんかねその話の、まあ、ストーリー展開もねすごい面白いんで、まあ、ちょっとねあの ちょうど出たばっかりでこのサバイバーは1月末ぐらいに発売されたばっかりなんで、うんはい、ぜひとも、あの、ちょっとこう、ファイトクラブ好きって方はですね、あのぜひとも買って読んでほしい。でな、なんでこんなこと言ってるかっていうと、あのチャック・パラニュクさんの作品ね、実は結構たくさんあるんだけど、日本語訳がまだ作られてないんですよね。ああ、そうなんですね、うん。で、この担当編集の方も、この本が売れると、 まあ企画が作りやすくて、本が作りやすい,い。まあ確かに実績ができれば、また翻訳しましょう。そうそうそう。言いやすいですもんね。そりゃ。うん。そうなんですよ。なので、ファイトクラブってね、実は3、3ぐらいまであるんですよ。マジっすかただね、2、3は、あの、グラフィックノベルです。えマ <laughs>、ま、漫画的なやつでか <laughs> 漫,画漫画ですね。なぜいや、わか,かんないです。一応原作はチャック・プラニックさん書いてるのかな。うん。 ま、それは、あの、n d l e で買えるんで、うんうん、ま、絵だ、絵付きだったら読めるかなと思って、あの、買ってみましたけど、Kindle で。うん、まだそっちは読んでませんけど、あの、まあ、それ以外にも本がいくつか出てて、まあ、ちょっとこう、うん、はい、あのー、読んでみたいなと思うんで、まあ、ちょっとこのサバイバーおよびファイトクラブのこの本を、ぜひとも皆さん買っていただいてですね、この、はい、早川文庫の中で、チャックパラニック作品が <laughs> 続々と。出てくるように。 はいうふうに言ってほしいなと思ってお、ねはい、りました。はい。はい、という感じでございます。はい。ですかね。はい。今週はこんなところでしょうか。うんまあ、いい時間になったかな。はい。はい。ということで、また、はい。皆さん、あの冒頭にも言いましたけれども、あの最初の挨拶のテキストはじめ、答え、感想お待ちしておりますので、<laughs> 皆様。最初の挨拶のテキストを聞いてる人に <laughs> 求めるっていうのは、なかなか、<laughs> あの、確かにね、投げっぱなしりますけどね。おはがき投稿のネタっぽいものがあった方がいいかなと思ったんで。ああ、お題をね。お題を出した方がにしてもちょっと投げっぱなし感が強い気がしますけど。あなたが思うおっさん FM とはこういうもんだぞっていうのをちょっと書いていただけると、はい。それを読み上げるっていう企画を。なるほど。はい。まあ、まあ、あの、応募があれば、投稿があればね、読み上げさせていただきますので、よろしくお願いします。ぜひぜひお願いします。 はい。ということで、えー、今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。はい、はい。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。